今日は T 岡田選手に来ていただきました。よろしくお願いします。今日は2打点で今シーズン1号のホームランも出ました。覚えてましたね、いかがでしたか。そうですね、まあ、気持ちしっかり入ってたので、まあ、最高の結果になってくれました。今日はオリッコデーということでたくさんの子どもたちのファンがいたんですけども、はい、その辺はいかがでしたか。そうですね、この3日間すごい、たくさんのお客さんに、来てもらえて、まあ、その中で、野球できたので、はい、やっぱ僕らもすごいやりがいがありましたし、はい、ファンの方の声援というのはすごい力になるなっていうのをすごい改めて実感しました。明後日から関東遠征が始まりますけど、はい、それに向けて意気込みを一言お願いします。まあ、月も変わったんで、これから巻き返して、勝ち続けていけるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。それでは T 岡田選手に来ていただきました。ありがとうございました。